はい、皆様いかがお過ごしでございましょうか。プルート向井です。さて今回はですね、夏の話題作、宮崎駿監督最新作、君たちはどう生きるか、感想レビューネタバレなしということで皆様に紹介していきたいと思います。今回のですね、こちらの君たちはどう生きるかなんでございますけども、事前にいろんな情報未公開でございましたよね。なので今回はですね、まあ部門ごとにですね、皆様に紹介していきたいと思います。なので下のですね、シークバーのところにですね、ちゃんとタイトルを貼っておきますので、皆様が見たいなっていうところをかいつまんでいただければなと思います。お話しする内容はですね、まず一つ目がですね、ジャンル、そして二つ目がですね、舞台で、三つ目がですね、他のジブリ作品に例えると。そして四つ目がですね、ストーリー。そして五つ目にですね、個人的な感想ということでお話しさせていただきます。では早速行ってみましょう。どうぞ。ジャンルはですね、ファンタジーでございます。いやーですね、宮崎駿監督、まあ前作はですね、風立ちぬだったわけでございますけども、今回はですね、ファンタジーという要素で作品を作り上げてきましたというところでございまして、皆様どうですかね。おー、ファンタジーで来るんけーっていうふうに思える方いらっしゃるかもしれないんですけど、この後のですね、舞台の方を聞いていただくと、さらにですね、びっくりするかなと思います。はい、では続いて舞台でございます。舞台はなんと戦時中でございます。いやー、風立ちぬに続いて戦時中ということでございまして、僕はですね、見た時に、え、もしかしてまた風立ちぬみたいなことするのかなっていうふうに思ってしまったっていうところがあるんですけども、まだですね、この、君たちはどう生きるか見ていない方、ファンタジーで戦時中なのって思えると思うんですよね。そうなんです、今作はですね、ジャンルはファンタジーなのにもかかわらず舞台は戦時中っていうことなんですよね。ここからですね、またじゃんじゃんと行きたいと思います。では、続いてですね、他のジブリ作品に例えるとどうなのかと言いますと、千と千尋の神隠し、これに通ずるなーっていうふうに思っていただければ、まあ、え、何この作品、なんか全然違うんだけど、ストンキョンやんみたいな感じにはならないと思います。はい、なのでイメージとするのであれば、あ、なんかファンタジーで戦時中で千と千尋の神隠しみたいな感じなのね、みたいな風に思っていただければいいんじゃないかなという風に思います。ではですね、ストーリーの方お話ししていきたいと思います。ストーリーはですね、先ほどお話しした通りで戦時中でございます。そして主人公はですね、真人くんという男の子でございまして、その真人くんですね、戦争中にですね、お母さん亡くしてしまうんですよ。で、お父さん健在なんですけども、まあ戦争中っていうこともあって、田舎にですね、まあ引っ越すというかですね、まあ逃げるわけなんですよね。うん。まあそんな感じのイメージで大丈夫だと思います。で、実はお父さん再婚相手がいまして、その再婚相手はですね、身ごもっているわけなんですよね。まあそうするとですね、その再婚相手は真人くんの新しいお母さんになるわけなんですけども、あまり真人くんですね、心開かないんですよね。まだ お母さんのことをちょっと引きずってるしなぁ、みたいな。まあそんなですね、真人くんなわけでございますけども、田舎のですね、お家の横にですね、なんかね、塔みたいのがあるんですよ。なんかちょっとしたね、うん、お家ではない塔みたいのがありまして、そこのですね、塔にですね、アオサギっていう、皆様があのポスターで見ているアオサギがいるじゃないですか。そのアオサギに、その塔に導かれてしまったら、その塔は実は異世界への入り口であったみたいなですね、そういったストーリーになっております。はい、ではですね、ここで個人的な感想に入っていきたいと思います。はい、私個人的にはジブリ作品ですね、まあ一通り見させていただいております。まあ、あのファンすんげー好きではないけど、やっぱり日本国民みんなさ、誰しもがジブリは通るやんそんな感じです。はい、そんなゴリゴリのオタクではないけど、本当に幼少期の頃から金曜ロードショーでは何回も何回ももう擦り切れるほど見てますせみたいなね、うん、ビデオテープ擦り切れるほど見てますせみたいなねもうビデオテープって言わないかはい、まあそんな感じの、人間がレビューしていきます。はい、でですね、宮崎駿監督、まあ今年で、うん、今回の作品で本当のラストになるんじゃないかなというふうに思うわけなんでございますけども、僕個人的にはですね、集大成だなというふうに思ってます。はい、誤解しないでください。これあのね、作品の出来での集大成ではないです。はい、どういったことかと言いますと、ちょっと先ほどですね、冒頭でもお話しさせていただいたんですけど、いろんな要素、いろんなシーンでですね、あ、ここもののけ姫だとかですね、ここハールの動く城だみたいな、いろんな要素が散りばめられているんですよ。なんかそういうところでは、なんか宮崎
崎駿の思い出ポロポロみたいなまあ監督じゃないんだけどね、はい、思い出ポロポロみたいな感じに伺えてしまったなというところでございます。はい、でさっきその作品としての集大成じゃないよって言ってたっていうふうに言ってたじゃないですか。でそれなんでかって言いますと、この作品結構クセ強でございます。結構かなりクセ強で、僕個人的にはいい風に捉えるのであれば、まあ宮崎駿監督にしか作れない世界だなっていう風に言えばいい風にはプラス要素です。ただ悪く言えば結構理解しがたい感じに思えるんじゃないかなと思います。で、作品の全体像といたしましては、前半かなりスローペースです。はい。前半かなりスローペースで、導入が非常に長いです。まあ、ここはですね、おそらく主人公の真人くんに感情移入させようとする狙いだとは思うんですけども、いかんせん長い。いかんせんすごい長いです。何度も言いますけど、すごい長いです。で、僕はですね、もう導入部分で、あ、これ何なんだろうなって思ってしまったんですよね。うん。これ何を伝えたいんだろうみたいな。もちろん、真人くんと、そのね、再婚相手の新しいお母さんとの、そのね、あんまりうまくいってない関係性とか、で、お父さんとの、まあ、関係性とか、いろんなのを出したいんだなとは思ったんですけども、いかんせん非常に長い。ただ、そこの要所要所に、なんか、あら、これファンタジー要素を入れる導入だよな、みたいなのがちらほやあるんですよ。で、で、中盤もね、何してんだかわかんない。そう。あのね、わかるのよ。主人公のとある目的があって、その目的のために、その異世界に入るんですけども、じゃあ、この、舞台は何なのさ、みたいなね。うん。なんか、千と千尋の神隠しもさ、別に言ってないじゃん。ここの世界はこういうところですみたいなこと言ってないじゃん。うん。まあね、ここがお風呂屋さんですみたいな説明はあるけど、それ以上にね、ここの世界は何なんだろうみたいのはすげえありました。で、物語がね、ちゃんとがっちり動くのは本当に後半の方なんですよ。この後半から僕個人的には面白くなってきたなーっていうふうに思ったところはあります。で、注意してもらいたいのが、ある程度映画を見ちゃってる。うん、結構もう、月に3、4本ぐらい映画好きですっていう人はね、おそらく後半の方というか中盤あたりぐらいには、あ、この作品こういうオチなんだろうなっていうのが読めてしまうような、感じの作りにはなっているのかなとは思いますね。ただ本当に、先ほどお伝えした宮崎駿監督の世界観というところが非常にいいなというふうに思ってます。まあどういったところでいいのかというと、もう本当にね、ぶっ飛んでんのよ。マジでね、俺何見させられてるんだろうみたいな。マジでね、見た人みんなぶっ飛ぶと思う。なんでこの作品の世界観こんなになってるのみたいな。でね、2回目見たらさらに分かるようになるのかな。どうなんだろう。ちょっとそこもね、なんとも言い難い。多分2回目見ても難しいんじゃないかな。多分ね、その宮崎駿のこの、なんていうのかな、君たちはどう生きるかの制作秘話みたいのを見て初めて理解できるぐらいな作品になっているのかなとは思うんですよね。本当にぶっ飛んでます。はい。でね、まあそういったところで言うのであれば、僕個人的にはね、うん、やっぱりこう、万人受けはしないと思います。うん、万人受けはしないと思います。で、風立ちぬみたいに右肩上がりで作品の評価が良くなってくる作品でもないんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。で、作品のテイスト的にはね、やっぱね、暗い感じなのよ。それでこそやっぱりお母さん亡くしてしまった男の子っていうのが主人公になっていて、でその主人公の成長っていうところも、まあ確かに成長はしているんだけど、なんかね、僕的にね、キャラクターに愛着が持てなかったっていうところも大きいかなと思います。ポニョも僕感情移入できたし、まあ結構ね、ジブリ作品のキャラ風立ちぬ以外はね、結構感情移入できてるのよ。で、風立ちぬも岡田斗司夫さんの、あのね、考察みたいな話を聞いて、ああ、なるほどねっていう風に理解できたんだけど、今回の作品は主人公を含めね、うん。なんかね、あんまりみんな各キャラクター感情移入ができなかったっていうところがありますね。はい。で、さらに言うのであれば、とあるキャラクター僕めっちゃ好きっす。うん。あの、ネタバレになっちゃうんで言えないですけど、とにかく、
そのキャラクターは僕はすごい好き。はい、ではですね、まとめの方に入っていきたいと思います。じゃあどんな人におすすめなのかと言いますと、ジブリ作品を見たい人、宮崎駿のファンの方はですね、ぜひですね、劇場に足を運んでいただければと思います。はい。で、あんまりね、こう作品のなんていうのかな、何もこう妄想とかしなくてシンプルに見たいんだよねみたいな、もう理屈とかうんぬんかんぬんじゃなくて、もう世界観とかもめちゃめちゃわかりやすくて見やすい作品が好きですよっていう方は、おすすめはあんまりできないかなと思います。はい。僕個人的にもですね、頭の中に疑問が2つ3つぐらいちょっと残っているところがあるんで、もう一度見たいなと思います。なので言っときますと、本当に宮崎駿監督だからもう全然安牌しようどうやーみたいな感じで劇場に足を運ぶと、ちょっと堅くすかしを食らっちゃうかなっていうのはあります。で、劇場もね、終わった後皆さん沈黙でした。沈黙で無数って立って、はてなはてな、みんな退席するみたいなね、そんな風になっていたなっていうところでございます。はい。ぜひですね、皆様のですね、感想やコメント、下の概要、コメント欄にいただければなと思います。ネタバレありの方はですね、開業してぜひコメントください。で、私もですね、2回目見たらですね、ネタバレありのですね、感想をあげたいと思いますので、ぜひチャンネル登録してお待ちいただければなと思います。それでは皆様、また何かしらの動画でお会いしましょう。皆様の映画ゲームライフが素晴らしいものでありますようにということで、じゃあねー。